キング&プリンス大好きまいこです。ちょっとね、1週間も経ってないけど、それぐらいちょっと更新をできてなかったんですけど、ちょっとね、私自身も結構気持ちを切り替えたりとかするのに時間がかかりまして、まあ今切り替わってるかって言われたらちょっと定かではないんですけれども、キンプリ以外の他のことに目を向けたりとか、こう少しでもね、自分の心が癒されるように癒されるようにと過ごしておりました。でも今日ね、21時にレン君、カエちゃんの2人体制になった新生キング&プリンスが出す新曲何者の MV を YouTube エディットでキング&プリンス公式さんから見せてもらえるということで、ちょっと待機しております。まあ、レン会2人の活動っていうのをね、ちょこちょこ目にする機会も増えつつあって、5人、6人での活動の時とまた全然違う雰囲気のグループになったなって思うんですよ。恋愛2人の良さみたいなのもすごいあったりとかして、空気感が違うなっていうか、ほっこりする、なんか和やかなふわふわした感じ、なんかそれはそれで好きだなって思ってる。でもそれと同時にね、寂しさもあるんですよ、やっぱり。でもなんかこんなことをずっと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 主張し続けるとね、やっぱり恋愛の2人も頑張ってくれてるわけだから申し訳ないなってすごい思っちゃって、なんか何喋ってもすぐ暗くなっちゃう自分みたいなのがこう投稿されていくのって皆さんにも影響あるじゃないですか。だからね、ちょっと投稿控えてたところもあるんですけれども、なんかもうすでにさ、2人が結構 SNS とか、まあなんか私が勝手に解釈してるのは、寂しがってる、悲しがってるティアラさんがたくさんいることを分かってるからこそ、レン君、カエちゃんがそのぽっこり開いた穴を埋めるために毎日のように更新してくれてるのかななんて思ったりして、いやなんかでも複雑よね、本当。なんか2人で活動されてる姿を見ると、これが現実なのかってまだね、現実逃避しちゃう自分がいるんです。なんかね、ひょっこり3人が出てきそうな感じがしちゃって。でも恋愛の新しいジャケ写すごい可愛かったし、それこそさっき話したみたいに、もう写真からほっこりみたいなの感じ取れるじゃん。で、昨日レン君のラジオでレディオガーデンで音源の方はちょっと一通り聞かせてもらえたわけじゃないですか。すごいいい曲なんだよね、これがね。なんかこう新しい門出というか、決意表明まで行くかわかんないけど、なんかそういう未来に向かって明るい曲っていうか印象を受けたの。それがね、どういう風にこう MV で表現されてるのかなっていうのも今日すごい楽しみの一つとして見ていきたいなと思います。せっかくね、 YouTube エディット見せてもらえるから、楽しい気持ちで前向きに見ていきたいなと思います。ちょっともうね、過ぎちゃってるかも、ギリギリ。あー、始まってるわ。見ていきます。あ、なにこれ、カチンコ、映画のスタート。あ、なに、背景何もないじゃん。2人がこう並んでこっちに向かって歌ってくれてる感じだ。文字かわいい。あ、なになになに、別々に撮ってんの。あ、なんか、あ、撮影終了みたいな。あ、お家、あ、これまさにそれこそジャケ写の感じじゃん。あ、でもかえちゃん衣装違うか、寝巻き。あ、なんか普段のお家での過ごし方的な。あ、何、かえちゃん横になって、なんか一緒一緒。あ、なんか ZZZ、 かわいい、このなんか文字。あ、レン君だけお出かけしてる。あ、踊り出したよ。カイちゃんも外出てた。あ、なんかこう2画面でおのおのの撮影なんだ。あ、カイちゃんも踊り出した。衣装もバラバラで場所もバラバラみたいな。あ、そうなんだ。あ、待って、なんか真ん中で通り抜けようとしたらレン君はカイちゃんになったんだけど、すごっ、むずくない、あれ。あ、なんかすごいいっぱいエキスト、今までで一番エキストラいない、え、今までっていたっけ。え、あ、なんか新しいね、なんか楽しそうな、かわいいよ MV。 あ、なに、オーケストラ、え、あ、い、うん、あ、カイちゃん
ワンちゃんと。なになに、暗い。スポットライト？なになに、あ、なに、ショー？ショー見せてくれる？違うか。未来に差し込む光みたいな。あ、衣装チェンジして、あ、オーケストラこれか。あ、あ、めちゃくちゃショー、ショータイム。あ、楽しそう。めっちゃアイドルやん。これから私たちが見ていくキング&プリンスは、こんな感じなのかなって思わせてくれる。すごいいいじゃん。なんか、上についてる、ティアラなわけじゃないの？ギザギザが2個みたいな。あ、あー、最終的には合うわけね。こういう感じか。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいよ。これユニット曲で、実は3人も。あるんですよみたいな、ちょっと待っちゃうよね、ほんとね、うん、いやー、そうか。ちょっとさ、せっかくだから歌詞も見ていきたくない？何者でもなくたって夢を描こう、真っ白なキャンバスに達していけば、ごちゃごちゃだった絵もいつの日かきっと壮大な景色に変わっていく、味気ない日々はいつの間にか過ぎて、風が吹いて彩られていく日々の先に待つのは知らない景色だ、掴んでみせるさ、夢舞台、マイク一本で、そうだ、私忘れてた。あ、もうすっかり忘れん坊だ。これを意識しながら MV 見たらまたちょっと違ったこと言ってたかも。そうだよね。これ、だが情熱はあるっていうさ、かいちゃんと森本慎太郎くんが主演のドラマ、オードリー若林さんと南海キャンディーズ山里さんのドラマの主題歌になったんだった。そうだ。だからだ。なんかてっきり私、キング&プリンスのことばっかり歌ってると思ってた。何者ってそういうことね。ああ、なんか、いや私ほんとさ、今私がそんなこと語っていいのかわかんないけど、仮にも芸人をやって劇場立っていた時期があるわけで、すごいね、あのドラマについても語りたくなってきちゃった。でもまあ、また今度改めて語れる場があれば語ろうかなと思ってますけど、見ててね、なんか感じたことある気持ちめちゃくちゃあるから、あのドラマで私個人的には結構見てて辛くなっちゃうだけど、そうだよね、そういった意味でも何者、何でもない、誰からも知られてない僕たちだけど、掴んでみせるさ夢舞台、マイク一本で、まさに芸人ですわ。そっか。もうなんかさ、私が思うに、やっぱりキング&プリンスも第2章として新しいスタートを切ったわけじゃん。もう何者かは知られてるかもしれないけど、また新しいキング&プリンスっていうのは改めて浸透させていくものなのかもしれないって思ったら、割とね、グループにも合ってる楽曲な気がするよね。何を偉そうにって感じだけど、いや、なんかそう感じた。ごめん、ちょっといろいろ間違えちゃってた。でもすごく可愛くていい曲だなっていうのは何にも間違ってないです。曲もいいし MV もいいし可愛い。結構語弊を生んでてさ、れんくんかいちゃんが2人だからできること、2人だからできたみたいなことをおっしゃってることに対して、なんつうんだろうな、受け取り方人それぞれだからさ、でも多分これ、この MV 見たら分かるんじゃないかな、その2人だからできることって多分こういうことを言いたかったと思うよね。やっぱり5人とか6人いたら、こう歌割りもそうだし、こうカット割りとかも変わってくるけど、2人だから常に2人が画面にずっと出てるみたいな。いや、でも今の時期ってどんな表現しても結構難しいと思う。もちろんね、レン君、カイちゃんが発言する言葉をポジティブに受け取って前向きに進める方もたくさんいると思うけど、やっぱりね、寂しさからとか辛さから、どういうことってなっちゃう方とかさ、いると思うし、でも悪く考えても誰も幸せにならない。だからこの楽曲がさ、促してくれてるように、こう前に向かってみんなでさ、真っ白なキャンバスをまた一つずつ色入れて作っていきましょうやみたいな、まあ、これからね、私たちが見ていくキング&プリンスって悪いものじゃないっていうのはね、確実に感じ取れた今日。
またね、蓮くん、かえちゃんにもいろんな声はあるかもしれないけど、二人らしく頑張ってもらいたい。応援します。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。